クロード・シャブロルは、フランスの映画監督、映画プロデューサー、脚本家。1930年6月24日、パリに生まれる。父は、薬剤師。自身も、薬学を専攻。1952年6月、最初の結婚をする。妻・アニエスとの間には、ジャン・イブとマチュー・シャブロルの二人の息子がいる。1953年、初代編集長。 アンドレ・バザン時代のカイエデュ・シネマ氏で映画表を書き始める。この時のペンネームはシャルル・エテルとジャン・イブグット名義。後のニューベルバーグの騎士たち、批評家時代のジャン・リック・ゴダール、ジャック・リベット、兵役から帰ったばかりのフランソワト・リフォーラと出会う。当時、それと並行してミステール氏に探偵小説を書き、20世紀フォックスの パリオフィスで宣伝アシスタントの仕事をしていた。1956年、妻の祖母から相続した巨額の遺産で、制作会社、アイムフィルムを設立して、リベットの短編、大手記者トリーを制作し、脚本をリベットと共同執筆した上、コダールやトリュフォー、リベットと共に出演する。ビルジニー・ビトリ、ジャック・ドニ・オール・バル・クローズとジャン・クロード・ブリアリが主演し、 ジャンマリー・ストローブが助監督であった同作は、シャブロールをはじめ彼らにとって、初のプロフェッショナルな短編映画制作となった。1957年、エリック・ロメールとの協調、ヒッチコックが出版される。ヒッチコックは、サスペンス主流のシャブロールの作品に、大いに影響を与えている。1957年12月、自らの監督デビュー作、美しきセルジュを制作。 1959年3月11日公開の監督第二作、いとこ同士が工業的にも成功を収め、この収入がロメールの処女長編、シシザの制作費に充てられ、1959年夏のパリで撮影されることになる。1960年、トルフォーの会社ルフィルムデュキャロスとシャブロルのアイムフィルムとの共同制作で、リベットの処女長編、パリは我らのものを、 制作、公開。本作には、シャブロルもリベットもゴダールも、ジャック・デミマデモが出演し、トリュフォーは、突然炎のごとくの劇中で、ジャンヌ・モローにこの作品のタイトルを叫ばせている。1962年にアニエスと離婚し、女優ステファーヌ・オードランと1963年4月24日には、オードランの間にすでに息子、トマを設け、翌年に正式結婚。 しかし、1980年にオードランと離婚して1983年には、古くからのスクリプトを担当していたオロール・パキスコとオロール・シャブロルと再再婚した。1995年、永年の業績に対して、第12回、ルネクレール賞を受賞。1985年の、一役刑事、プーレー・ユービネーグル以降、晩年のほぼすべての作品を、マラン・カルミッツがプロデュース。 カルミッツの会社 MK2 が出資している。2010年9月12日早朝、パリにて死去。ありがとうございます。